こんばんは。真夜中のノスタルジー、ラジオホリデーのお時間です。月光に照らされる恋人たちへ、滑舌悪くてごめんなさい。そこで手のひらを丸め合って、何をしているんだい、ちょっと僕たちのお話に耳を傾けてくれないか。私、初夏で写真家の富永康弘と申します。好きな言葉はこんばんはです。こんばんは、こんばんは、こんばんは。音楽家の森昌司です。好きな言葉はポルタメントです。何それ。そんな言葉があるんだね。追記はしないよ、ググるよ後で。お願いします。いやのっけから本題入っていいですか。あ、どうぞどうぞどうぞ。私の友人にですね、はい、夏川くんっていう人がいまして、はいはい、はい、森くんもよく知ってますよね。ええー、存じ上げております。お仕事はアニメーターですね、はい、はいはい、うん、中でも人形アニメが、そうですね、有名ですかね。皆さん、お子様をお持ちのリスナーの皆さんがもしいたら、はい、Eテレの椅子の町コッシーとかね。そうですね、あの辺を動かしてるんですね。もうあのコマ撮りですよね。そうそう、はい、もちろんね、手書きもやるし CG もやるし、うん、もうアニメのことなら何でもござれの夏川くん、はい、そんでいつだったかのラジオホリデーで、はい、私、よく仕事を一緒にしてるライターの方がいるって話をしたのをちょっと覚えてますでしょうか。あ、はい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 、はい、高山さんっていう方がね、はい、あのクソババーズ、クソババーズの、はい、高山さんが、はい、夏川くんに、はい、まあ、僕ら3人、まああんま大きな声じゃないけど、ちょっと今一緒に仕事してて、はいはい、高山さんが夏川くんにインタビューしたんですよ。はいはいはい、うん、ほんで高山さんがね、うん、前々からアニメに関して、うん、はい、ずっと自分の中で、うん、心の中でなんか引っかかってたことがあって、それを思い切って聞いてみたってんだけど、はいはい、アニメーションを見てると、うん、時に、うん、実写以上に心を動かされることがあるんだって、はい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 、なんとなくわかるね、はい、それがなぜなんだろうってずっと思ってたらしいんですよ、はいはい、でそれに対して夏川さんの返した答えが、はい、まあ一生懸命作ってるのが伝わってるからじゃないですかって答えたらしいんですよ。これさ、めっちゃいい話じゃない？普通に胸打たれちゃう。どんなにさ、ロジカルに言葉を並べられるよりもすごくこう、腑に落ちるというか、ね、ジーンときちゃう。、ね、おそらくさ、はい、そんなことを考えながら、うん、いつか僕の努力が誰かの心を打てばいいなと思って、はい、とかいうことをさ、うん、考える人じゃないじゃないですか。みじんも考えてない、はい、素直に出てきた言葉だと思うんですよ、はいはい、あ、すげえ最高の答えだなと思って、うんうん、夢がある話だなと僕は思ったんですね。はいはい、ね、うん、ね、ちょっと話が脱線しますけど、ちっちゃい時から、はい、夢は何ですかって聞かれることってあったでしょ。ありますね、はいはいはい、で私は、はい、まあこう見えて、こう見えて小学校低学年の時とかは、はい、プロ野球選手になることって思ってたんですよ。あ、わかりますわかります。いや、それはわかりますよ。わかる、わかりますよ。いや、だって野球だって別にやってなかったし、うんうん、ただのカープファンだからだったって、はいはい、ね、野球見るの大好きだったから、うんうんうん、でもそんなのはさ、絵空事だっていうことを、はい、だんだん気づいてくるじゃないですか。はい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 、で小学校6年の時の卒業文集に、はい、なんか将来に夢って書かなきゃいけないとこがあって、あ、わかりますわかります、はい、俺何も夢なかったんだけど、もうその頃にはね、はい、でもなんかイラストレーターか本屋って書いたんですよ。あ、でもやっぱ絵心ある子供だったんですよね。いやいや、いやいやいや、うん、そこまで考えてなかったと思う。もうなんか書かなきゃいけないから書いたみたいな。はい。でね、さらに時を経て、はい、中学校の時に、うん、保健室でサボってたんですよ。はいはいはい、ただ保健の先生がね、うん、富永くん夢はないのって聞いたんですよ。はいはいはい、本当に夢なくて、はいはい、ないないって答え、ないですって答えなんですよ。ね、
はい、したらなんか先生つまんないねみたいな顔してたんですよ、はいはいはい、なんかそれがね、うん、ずっと僕は多分大人になった今でも、うん、夢がだんだんスケールダウンしていってる感覚を周りががっかりしてる感覚みたいな感覚っていうか、はいはいはい、なんかない、すごい可能性の塊だった、はいはい、生まれたばかりの姿からすると、はいはいはい、だん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 できるだろうことが減ってって、うんうんうん、夢のいろんなものをこう諦めていくってことですね。そうそう、夢の範囲が狭まっていく感じが、はいはいはい、なんかねずっとさ多分、うん、別にあの夢についてそんな深く考えたことなかったけど、はいはい、だんだんこうだんだん斜陽化していく感じっていうのがさ斜陽って響きがまたいいですねなんかでも夢に対する夢に対する質問ってある意味圧力な感じもあるじゃん、はい、でずっと俺はそれが多分ちょっと心に引っかかってたと思うんだけど、はいはいはい、だって 今さ、はい、夢は何ですかって森君が俺に聞いて、はい、プロ野球選手だって言われたら、いやそれいいからってなるじゃんまあそれまあ本当に夢なんだろうなって思いますね。そうそうそう、だから俺考えたんだけど、はい、夢って、はい、持ってなくてもいいという、はいはいはい、いいんじゃないかっていう仮説をここで立てたいんですよ。はい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 、逆に、うん、夏川さんのそのお話を聞いてちょっと思ったのは、はい、逆にね、うん、一生懸命やってることが、うん、それ例えば高山さんが夏川君にそういう風に聞いたっていう話だったけど、はい、リアルに夏川くんのアニメを見た人が、はい、実写以上に感動しましたって言ったら、うんうん、なんかあそれはありがとう、夢のように嬉しいよってなるじゃん、はいはいはい、だからなんていうのかな、夢のあり方って、うん、ただ一生懸命やってることが、うんうん、何も考えずにね、はい、ある時パッと花開いた時に、はいはいはい、あ夢が叶ったって思うぐらいのものでもいいんじゃないかと、ああはいはいはい、思ったわけなんですね、うんうんうん、目的は、うん、あっていいと思うんですよ、はい、その都度その都度で、うん、そのチェックポイントみたいなものですね、そうそうそう、はいはいはい、タームごとにっていうか、うんうんうん、まあ、僕だったら写真のあれで言うと、はい、目的としては一生涯に5冊写真集を出すはいはいって目的がある、はいはいはい、目的は達成したら達成しただけど、うん、夢って達成したら終わりだし、うん、じゃあ写真家になるっていう夢を例えば僕が大学卒業するときに持ってたとするでしょ、はいはい、でじゃあ写真家になるっていう夢は、はい、もう叶ってますよね、叶ったじゃ叶ったじゃないですか、うん、叶ってますよね、だからその目的は大事だけど、はい、夢は、うん、降ってくるもんだぐらいの感じ、あ後からついてくるもんだみたいな感じにしとくと、うんうん、結構生き生きとして生きていけるんじゃないかみたいな、うん、要はそのあれですね、さっき富さんが言った、うん、はい、夢が圧力になってっちゃったら元も子もないってことですよね、うん、そう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 、うんうん、そこから解放されちゃおうよっていう、そう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 、はいはい、そしたら、うん、日々が、うんうん、なんかもうちょっと楽しいものになるんじゃないかっていう、ね、はい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 、あんまめんどくさいこと言うつもりありませんよ、うん、いやあのいいこと今僕聞いてますよ、でもあそうですか、だから草野球だったらさ、うん、もっと打率を上げたいとかさ、はいはいはい、そういう目的は結構あった方がいい、うんうんうん、でもまあなんだろうな、もともと夢は何ですかっていう質問自体を、うん、しない、うん、くてもいいんじゃないかぐらいの感じ、うん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 、そうです、あの子供に対して将来の夢何って、電話だよ、おお、はいはい、どうぞ、電話だよ、え、だって今森くんの話途中だった、あ、いいですよ、出てくる、これあれなんだよ、いいですよ、俺の友達のさ、はい、電話だよ、着信音なんだけど、はいはいはい、電話だよ、俺の友達の夢と現実の狭間で戸惑ってるやつから電話なんで、ちょっと、あ、じゃ出ていい、電話だよ、ちょっと待って、もしもし、はいはい、森くん、はいはいはい、配信中で申し訳ないんだけど、いいです、夢と現実の狭間で戸惑ってるやつが、はい、俺にさ、はい、あれ歌ってくれって言うんだよ、んあれちょっと歌っていい、ごめん、ちょっと、あ、いいっす、配信中でごめんね、いいっす、どうぞ、皆さんすいません、ちょっとだけ歌わせてもらいます、ちょっと今電話待たしてるから、はいはい、
チャラ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 ン、ちょいとおっぱいのつもりでもんで、目覚めりゃ枕の角だった。枕の角と角を合わせて何を挟んで、おはようございます、わかっちゃいるけどやめられない、あそらパッパッパイズリパイズリパッパッパイズリパイズリパッパッパイズリ枕ズリパッパッパイズリペイズリ、あれやったい。もしもし聞こえた、うんうん、これでいいか、オッケー、落ち着いた、ありがとうありがとう、うん、いやいやいや、いよいよ、うん、いよいよ、またね、また電話してね、はい、じゃあね。いや失礼しました、ちょっと事故でしたねこれね。いや大丈夫ですか。大丈夫です、大丈夫みたい、落ち着いたっす、よかったっすね、うん、いやいやいや、何の話だったっけ。そうあのあれです、ごめん遮っちゃって、そうそう夢を、うん、あ、そう、あなたの夢は何ですかっていうのを、うん、ほら子供とかにね、うん、聞く分には、うん、それこそ小学生が、うん、プロ野球選手とか、うん、例えば弁護士とか言っても、うん、頑張ろうねって済むけど、うんうん、大人に対してはってことですよね、そうそうそう、その圧になるっていう。そう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 。まあそれか、うんうん、あのもうなんていうかな、次は何したいのとか、何できるようになりたいかとかさ、はい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 、そういう質問をどんどんしていくとかさ、はい、あれですね、あのイチロー選手はですね、お、僕はハードルが低いんですよって言うんですよ、自分の。あ、はい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 、そうじゃないと、うん、1個をクリアしたときに自分を褒めてあげないと、うんうん、次をやる気が起きないからって、だから高いハードルは設定しないって言ってて、いやちょっと通じましたね。いやいやいや、イチローさんの名前を借りれば何でもありになっちゃうような感じがしますね。ありがとうイチローさん。でさ、はいはい、今夢の話をしたんだけど、うん、理想っていうのはまたちょっと違うのかなと思って。理想はさ、はい、なんかもうちょっとわがままというか、はいはい、人によるというか、うん、例えばさ、森庄司君がね、はい、砂浜で、はい、全裸で寝てるんですよ。僕が、あなたが、はいはいはい、で、あーポカポカして気持ちいいなと思ったら、はい、遠くで、はい、パーンってピストルが鳴って、うん、うわーって大勢の美女が、はい、もうビキニとかさ、ワンピースとかさ、はいはいはい、着た美女がさ、はい、うわー、私のーってさ、はい、走ってくの森くん目がけて、はい、ね、うん、私の方が胸大きいんだから、何をあなたブスじゃないのとか言いながらね、はいはいはい、何を茶色のワンピースってありえないんだけどとか言いながら走ってくるわけ。わーいなんか楽しそうにキャッキャキャッキャ言いながら、はいはい、でね、はい、いざ森くん自身というビーチフラグが、はい、バーン大誰が最初に撮るかみたいな、はいはい、ね、世界があるとしたら、はい、それ森くん理想？全然。じゃあ何？あ、そうそう、俺の理想なんかじゃ。理想はなかなかね。理想はなかなかね。電話。あれ？あれ？電話。これ俺。あれ？さあ、もう一個の着信音なんだけど。電話みたい。電話ですね。はい。あ、こいつあれだ。え？理想と現実の狭間でいつも右往左往してるやつが電話だ。ああ、あ、出てください。ちょっと、配信中なのみんなごめんね、ちょっと出るね。もしもし、うん、また右往左往してんのか。はい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 、え、あれを歌ってくれ、あれを歌えばお前右往左往せずに済むのか。おい、わからん、ちょっと切るなよ、ちょっと歌うから、ちょっと待ってろ、森くんごめん、ちょっと、あ、どうぞ歌ってくれてるんだよ。どうぞ、ちょっと配信中なんだけど皆さんごめんなさい、ちょっと放送事故でごめんなさい、歌わせてもらいます、いきます。チャラ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 ン、ゴルフ大好き、穴が好き、今夜お前がターゲット、ホールインワンをわざと外してニアピンついてついて意地悪って言わす、わかっちゃいるけどやめられない、あそらハッハッハウトセックスハウトセックスパンパン、ハッハッハウトセックスハウトセックスパンパン、ハッハッハウトセックスハウトセックスパンパン、ハッハッハウトセックスハウトセックスパン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 、コングラチュレーション。もしもし聞こえた？うん、
これでいい？これで右往左往せずに済むか。あ、そうかそうか、うん、わかったわかった。あ、いいよいいよ、うん、いいよいいよ、うん、また電話してね、うん、はい、じゃあね、バイバイ。いや、大変失礼いたしました。いやいやいや、あ、なの、収まったんですね。収まったみたい。ああ、よかったです、よかったです、はいはい。多分ね、うろちょろしてたと思うんだよね、部屋の中で。物理的に言おうそれは止めてあげないとダメですね、うんうん、いやそんな夢や理想の話をしたんだけども、はい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 、もう一個、うん、話したいのは、はいはい、浮かれてるやつってどうなんだろうと思って。おこれからね、ハロウィーンが過ぎて、うん、年末一気に季節は過ぎ去っていくよね。そうですね、はいはい、クリスマスシーズン、忘年会シーズン、うん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 、浮かれたやつがいっぱい出てくる季節が近づいてまいりました。そんな浮かれたやつらにね、はい、こいつを食らえって叩きつけたくなるような、はい、そんなロックナンバーないかな。おお、いきなり曲が聞きたい。いきなり曲ですか。そうですね、そしたら、はい、じゃクリスマスシーズンの浮かれてるやつに、うん、こいつを食らえと、こいつを食らえというロックナンバーを、うん、マリリン・モンローズで。マリリン・モンローズ、はい、プブッピドゥプブッピドゥだなこれは。曲のタイトルは、はい、友人は刑務所の中にいる、こいつを喰らえ。いや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 、はあ、これで浮かれずに済むかな。メリークリスマス。メリークリスマス、森正治君、はい、まあなんだかんだいい、うん、楽しく生きようぜ。大事大事、はい、いい曲でしたね。そうですね、うんおうん、いやそんなこんなでもっさりバイバイ。ありがとうございました。また来週。